ええうふふ、うふ、む、むふ、スカルピー、いっせーなーせヤンケンゼーオフィシャルグッズストアなぬサマーキャンペーンスペシャル結果発表わーいパチ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 うあどうも皆様こんにちは、お久しぶりです。おひさやす最近はうんうんなんや品質向上に伴う作業やら何やらであまり動画が上げられておりませんが今回はウラヤング KZ のパンチラインを使いました。ヤング KZ オフィシャルグッズストアで販売しております。人妻って聞いた瞬間フルボッキタオル、俺も持ってる。こちらのサマーキャンペーンヤング KZ 直筆あなたの似顔絵キャラクター入り、イラストをプレゼントというのをやっておりまして、やったね。おりました。おりました。が、そちらの結果発表をしていこうと思います。楽しみ。もういいよ、楽しみやないか。ぜひぜひ最後までご覧あれ。見たいね。それでは、見たい。どうぞ。どうぞ。どうぞ。それでは、どうぞ。どうぞ。どうぞ。それでは、どうぞ。どうぞ。どうぞ。日差しが気持ちいいね。気持ちいいね。ピーカンやね。うん。スピーディーだよね。季節感感じるよね。四季折々や。五感をくすぐるよね。カシャカシャ。フィギュアの彩色って誰かがミスったらみんなのせいになるのかね。死刑やね。不思議。困ったね。乾燥剤って手に持ってるだけで水分持ってかれそうだよね。宅配のシステムって画期的だよね。もよ、せやね。ロボコップって色白だよね。ホワイティやね、せやね。分別されたペットボトルってワイシャツに転生するって言うけど、なんかやだね。でも可愛い子のやったらクンカクンクンできるで。クンカクンクン。一発やった女って半年後ぐらいにまたやりたくなるよね。スカ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 。ヤッピー元気してる。さあいかがだったでしょうか。ヤングケージオフィシャルグッズストアサワーキャンペーン、ヤングケージ直筆似顔絵キャラクター入りイラストプレゼント、いかがだったでしょうか。この他にも何人かいたんですけれども、大人の事情で発表はできませんでした。まあよね。こういった感じで人妻って聞いた瞬間フルボッキタオル、現在も全国にて通販発売中、ライブ会場でも販売しておりますので、ぜひぜひ買ってちょう。買ってちょう、買ってちょう。タオル買ってちょう、買ってちょう。そして、そのホームページはこちら。
どちらや。あ、こっちか。そさらに、うん、Facebook、Twitter もやっております。どしどし先生フォローしてちょうだい。それはこちら。どっちや。あ、こっちか、まあ、全部あの詳細画面に書いてありますので。なるほどね。よろしく。オッケー、お願いスマッシュ。よろしくお願いスマッシュ。そしてライブの、ブッキングも、うん、どしどし受け付けておりますので、こちらのアドレスにドキポテポテメールしてちょう。ワクワクポテポテ、ふわふわ、おもちもちもち。それも詳細のところに書いてあるので、うん、ぜひぜひあれしてちょう。してちょう。どれや。それではみんな、うん、また会いましょう。バイバイ。バイビー。またね。ヤッピー。ふわふわ。気してた。